なんでご自分で署名してしまったんですか。いや、捜査には協力した方がいいのかなと思いまして。協力？デタラメにサインすることが。でもそれは裁判所で訂正すれば。裁判所で訂正すれば信用してもらえると。はい。この国の裁判所はそんなに甘くないですよ。自白調書に署名してしまったら全部自分が喋ったことになってしまうんですから。でもサインしても訂正できるんじゃ。残念ながらできません。金子さん、戦うしかないですよ。これ見てください。2チャンネルの有志が支援金集めてくれました。みんな金子さんの無罪を信じてますよ。読めますか？はい。47紙。頑張れ、負けるな。47。震え。47は無罪。生きろ。47。頑張れ。ウィニーはまさに未来を先取りした技術や。いつか世界を変えるような。金子君、逮捕状が出た。もし俺がこのナイフで刺殺したとするやろ、誰が捕まる？単に決まってるやろ。せやろ。このナイフを作った人を罪に問えるかっちゅう話や。俺を書き写したら帰ってええから。お前には責任感言うもんがないんか。技術テロ、情報テロですよ。そもそもこの裁判がおかしいのは警察が原告になっていることですよ。47は無罪。生きろ。金子さん、戦うしかないですよ。ウィニーそのものが違法だということでしょうか。ソフト開発環境が根底から破壊されてしまいます。組織のためです。組織のためなら何をしてもええんか。警察は国の未来の技術者、国民にこの逮捕拘留は正しかったと胸を張って言えますかと聞いてるんです。